たどり着けたのはたったこれだけか。みんなの犠牲で。さっそくおいでなすったら。おい古代、敵は悲しんでる暇なんか与えてくれないんだぜ。斎藤の言う通りだ。行こう古代。コスモタイガーがないと帰れんだろ。ここは俺が死守する。みんな行ってくれ。頼むぞ加藤。まずはこの滑走路を抜け出そう。動力路は右上の方だな。なんだいそれは。動力室の位置を探るためのエネルギーカウンターだ。ここから先の道のりは俺が指示する。お願いします真田さん。
ここからが動力炉地区だ。サラダさん、失敗ない。お前も知っているだろう、俺の足は義足、作り物だ。そうだったのか。しかしここからは動けんな。二人ともここは俺に任せろ。お前たちは俺の指示に従って動力炉を爆破するんだ。わかりました。行くぞ斉藤。よし。両側に敵が嫌がる。動力炉はこの先だ。突っ切るしかないぞ。ちょっと待て。この橋、継ぎ目の部分に板みたいなのがはまってるな。ああ、熱放射板のようだが。いい玉よけになりそうだ。あそこまで走ろうぜ。
この先どう進めばいいんですか。了解。えらく聞き取りにくくなったもんだな。おそらく動力炉の出す電磁波の位置で通信が妨害されているんだ。だがそれだけの電磁波が溢れてるってことは、動力炉は本当にすぐ近くってことだ。そうだろう。そうだ。よし、蹴りをつけようぜ。
両側に敵が嫌がる。動力路はこの先だ。突っ切るしかないぞ。ちょっと待て。この橋、継ぎ目の部分に板みてえのがはまってるな。ああ、熱放射板のようだが。いい弾よけになりそうだ。あそこまで走ろうぜ。この先どう進めばいいんですか？了解。えらく聞き取りにくくなったもんだな。おそらく動力炉の出す電磁波の位置で通信が妨害されているんだ。だがそれだけの電磁波が溢れてるってことは、動力炉は本当にすぐ近くってことだ。そうだろ？そうだ。よし、蹴りをつけようぜ。違いなさそうだ。真田さん、動力炉の前に着いた。爆薬はどうやってセットすればいいんだ？場所はできるだけ高いところの方がいい。起爆装置と爆薬をつなげるのを忘れるな。お前はそそっかしいからな。了解。行くぜ、来い。じゃあとてもあそこまではいけねえ。古代、頼む。援護してくれ。
わかった。俺が向こうに着いたらお前は帰ってくれ。何？向こうへ行ったらとても生きちゃ帰れねえ。お前まで死んだらヤマトはどうなるんだ。それに真田さんはどうする。斎藤古代、俺はお前が好きだ。うまく言えねえが、俺より年下のお前を兄貴みたいに思っていた。泣きっ面なんか見たくねえぜ。兄貴よ、いい艦長になってくれよ。行くぜ。真田さん、もうセットは終わったのか。発進するぞ。少しだ。心臓には当てるなよ。よし、OK だ。よく頑張った。生きて帰ってこられたのはどうやら俺たちだけらしいな。ん？加藤、加藤、古代さん無事でしたか。見てください、都市帝国が停止しています。大きな犠牲だった。斎藤、加藤、山本、古代さん、使用可能な全訪問を開いて都市帝国を砲撃しろ。艦載機修理完了。
よし、生産を始めよう。全速前進。全速前進。生産が完了したぞ。敵のガスバリアも止まってるんだ。行ける、行けるぞ。敵ビーム砲台も停止しています。発射。はい、発射。ここが男の踏ん張りどころです。ここが男の踏ん張りどころです。ここが男の踏ん張りどころです。発射、発射、発射、終わった。長かった。それにたくさんの命が失われてしまった。なんだ、嘘だろう。そんな、まさか。
デスラーが残した言葉を信じ、マナジリを消して白色彗星帝国に戦いを挑んだヤマト。多くの尊い命は失われたものの、その作戦は見事成功したかに思えた。しかし、不滅の大帝国ガトランティスに敗北はない。愚か者よ、戦いはこれからなのだ。大帝ゾーダーの胸に怒りの火が燃える。果たして地球を守る術はあるのか。だがヤマトは行かねばならない。地球の栄光と誇りと宇宙の平和を守るために。